上がりました。予選最後の第4レースがスタートしました。手前から第1コースは使用しません。第2コース延長シャツ、去年決勝6位三重住。第3コース決勝進出が目標、トイシビー、トイシは青のシャツ。第4コース全チームがライバル、深堀 A、 古屋敷は白のシャツ。そして一番奥黒のシャツが去年決勝4位の福田東武となっています。スタートして30秒が経過しました。4チームいずれも素晴らしいスタートダッシュ、ほぼ横並びとなっています。手前から炎上シャツ三重住、青のシャツがトイシビートイシ、白のシャツが深堀 A 古屋敷、一番奥が福田東武、黒のシャツとなっています。一番手前エンジの三重住、去年は決勝6位、しかし4年連続の三重地区大会優勝を今年は最高タイムで飾ってこの長崎の海に乗り込んできました。三重住、今年は優勝旗を持ち帰りたいと意気込んでいます。青のシャツがトイシビートイシ、去年は準決勝敗退、決勝進出が目標です。白のシャツ深堀 A 古屋敷、平成21年度初優勝、今回は5年ぶりの出場となっています。一番奥が福田東武、黒のシャツ、去年は決勝4位、まずは準決勝突破が目標です。それでは船上リポートの大倉アナウンサーどうぞ。全ての船が判定シーン以内に収まっています。激しい戦いです。若干抜け出ているのがこちら側第2コース三重住エンジのシャツ、そして向こう側第5コース白いシャツ福田東武、この2艇が若干判定シーンほど上回ってきたか。ちょっと遅れたのが第4コースの深堀 A 古屋敷、そして第3コースのトイシ B トイシはこのトップ争いに絡んでいこうというそういう局面です。現在先頭は三好の差で一番手前の三重住、そして一番奥の黒いシャツ福田東武、この2チームが1位争いです。そして判定シーンほど差を置きまして、トイシビートイシと深堀 A 古屋敷、しかしまだそれほどの差はついていません。ターンで順位を確認しましょう。折り返し点の岸アナウンサーどうぞ。はい、ターン分を前に少し前に出たのが第2コースの三重住、続くのが第5コース福田東武です。今三重住がターン分に差し掛かりました。舵が下ろされます。小さなターンを見せている第2コース三重住、他の3チームもターン部位を今回り終えました。最初に船を立ち上げたのは第2コースの三重住、2番手続くのが第5コース福田東武、3番目が第4コース深堀 A 古屋敷、最後にトイシ B トイシと続きます。後半戦スタートを飛び出したのは第2コース三重住です。三重住が先頭を引っ張っています。袋には絶対の自信があるという三重住が現在1位、そして一番奥の福田東武が2位ですが、それほどの差はまだついていません。追いかけるのは深堀 A 古屋敷、トイシ B トイシ、この2チームにしてもまだ一定身ほど差がついているという状態ですから、まだまだチャンスはあります。スタートして3分30秒が間もなく経過、残りは 400m。 船上リポートの大倉さんお願いします。トップ争いは2艇に絞られてきました。第5コース一番向こう側福田東武、ラストでかわすと話していた福田東武、そしてこちら側エンジのシャツ三重住、袋には絶対の自信があるというこの2艇のトップ争い、三好の差です。全くどっちがリードしているか分かりません。三好の差、そして2位争いは深堀 A 古屋敷第4コース、そして第3コーストイシ B トイシ、この2艇が激しい2位争いを繰り広げています。スタートから4分が経過しました。残りは 250m。 現在トップは一番手前三重住、袋には絶対の自信があります。そして一番奥の福田東武、去年は決勝4位、決勝4位福田東武、去年決勝6位の三重住、この2チームがレースを引っ張っています。スタートして4分20秒、残りはおよそ 160m です。三重住は袋には絶対の自信があると話していました。しかしこの強い向かい風をついて一生懸命漕いでいます。
一番奥の福田東部は7月22日天草嶺北定論大会でトロの若獅子会と模擬を破って優勝を果たしました。自信を持ってこの長崎の海、長崎港に乗り込んできた福田東部、三重住と福田東部がレースを引っ張っている。さあ1位で飛び込んでくるのはどのチームか。予選レースの上位2チームが準決勝出場、3位以下は全予選レースのタイム順で準決勝進出が決まります。残り 30m となりました。さあフィニッシュの瞬間を見てみましょう。三重住か福田東部か、エンジか黒か、三重住か福田東部か。さあフィニッシュの瞬間はどうでしょう。三重住が1位、2位は福田東部、3位は、さあ3位はどうでしょうか。ほぼ同時です。トイシビートイシ深堀江古屋敷、ほぼ同時でフィニッシュを決めました。1位三重住、2位福田東部、トイシビートイシと深堀江古屋敷がほぼ同時でフィニッシュ。正確な順位またタイムについてはこの後の本部発表をお待ちください。